ロレックスのデートジャストを、前回からやってますけれども、これはですね、サードモデルって言っていいのかな、わかんないですけど、イワレスでいくと6105です。まあ機械もですね、まあ、ほぼ、まあ、同じじゃないかなと思って、 A の296が入ってますんで同じじゃないかなと思うんですけれども、なぜか、6075に比べますと、裏蓋のですね、もうこのボコンとした出っ張りが、多少ですね、ボコン加減がですね、まあ、それほどは、まあ出てますけど、まあ、それほどは出っ張ってなくなりますね。まあ出てますよ。まあ、セミバブルって言われてるモデルですから、こう出てんですけど、まあそれほど、まあ、ではなくなってる気がしますね。ちょっとこれは最初に裏蓋がやっぱり6075がバカでかいんで、ちょっとそれの比較のためにこっちからそっちから裏蓋からお見せしましたけど、ケースはですね、10金ですね。10金のイエローゴールドです。まあ、だからどこの向けにしたんでしょうね、10金っていうのは。まあ、イギリスだったら9金が多いですし、アメリカだったら14金が多いんですけど、9金なんで、ちょっと10金なんで、よくわかんない。アメリカ向けだったんじゃないかなと思いますけどね。で、これですね。6105は、まだサイクロプレートつきませんね。で、この、日付がですね、オール赤です。オールレッドの日付がこれはついてました。だこれもまた1953年ぐらいのモデルだと思うんですけれども、これぐらいのモデルです。1953年ですと、やはりまだですね、これスーパーオイスターになってますね。ねじ込み式のリューズではなくて、パッキン式のリューズが採用されてるんですね。ごく1950年から53年間ぐらいは、パッキン式のリューズってあったんですね。もちろんねじ込み式もあったと思うんですけれども、ロレックスもこの辺でちょっと考えてんですよね。ねじ込み式をどうするかっていうの。で、これは、スーパーオイスターのリューズを使ってます。で、ベゼルが、このギザギザのあるフルテッドモデルに、ここでなりますね。だからもう、まあ、多少の、なんかこう、ベゼルのギザギザの、なんて、刻み具合とかありますけれども、もうほとんどもうデートジャストですよね。これ自体が。1601に、までにずっと行く、過程ですね。の、一つなんですけれども、もう、サイクロップレンズはないですけれども、もうこのモデルでのもうデザインっていうのはもうデートジャスト1601に非常にもう近づいてますよね。まあ、もちろんこの6075もですね、近いっちゃ近いですけど。はい。10金のデートジャスト6105ですね。スーパーオイスターを使った初期型のモデルです。